まだ何をしたらいいのか分かんない今年ですか。どうかな。悪者になってるのみたいなところも。はい、船谷選手のインタビューです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、各メディアに今引っ張りだこなんじゃないかなと。そんなことないですよまあやっぱりキャプテンに就任したということがね、注目集めてますが、はい、どうですか、キャプテンになって見ての気持ちというのは。気持ちですか。はい、まあ、生まれて初めてのキャプテンなんで、まあ、新鮮な気持ちと、あとはまあまだ何をしたらいいのか分かんないのもありますね。はい、でもまあ去年のメンバー、高幸さんとか富田大輔さんとかいなくなって、はい、ベテランいなくなって、まあ、チーム編成見たときにやっぱりある程度この、ね、年長になるわけで、はい、やらなきゃいけないぞっていう気持ちが今まで以上に強く持ってチーム指導を迎えたんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、本当に若くなったんでチーム全体見たら、まあ、キャプテンっていう立場は関係なしに、僕たちがの世代がやらないとっていう気持ちは強かったです。はい、キャプテン就任するにあたって、まあ、チームを変えるだけじゃなくて、やっぱり自分でもなんか変わりたい、殻破りたいみたいな思いってあったんじゃないかなと思うんですけど、そういう思いって何かありました？もちろんやっぱそういう立場になってどうなるか分かんないですけど、やっぱチームと一緒に自分も成長できるようにしなきゃいけない1年だと思います。はい、過去に、まあ、いろんなチームに在籍して印象に残っているキャプテンって誰かいますか？キャプテンですか。ドゥンガーですか。やってないですけどね、一緒に一緒にはやってないです。やってないです。でもジュビロに行った時にそのドゥンガのなんか、なんていうんですか、雰囲気というか、はい、魂みたいなのって残ってた感じですか？勝負にこだわらなきゃいけない、厳しくやるみたいな。やっぱりそうですね、うん、みんな厳しかった記憶はあります。はい、まあ、本当に偉大な選手だと思うん で、まあ、勝利のために悪者になってでもみたいなところもすごいなと。はい、じゃあドゥンガのような選手にいや、なれますかねでもやっぱりそんだけの影響力がキャプテンというものにはあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、うん、やっぱ影響力は前よりはあると思うんで、はい、いい方向にチームが向かえるようにやりたいです。船谷圭介なりのリーダー、新たなキャプテン像を作る感じですか、これ。そうですね、これから、うん、そういうのを作れるように、はい、やっていければと思います。でも実際どうですか、まあ、こうチームが指導して大体1ヶ月経ちます、はい、で、まあ、沖縄キャンプも経て、何かこうチームの変化だったり感じている部分ってありますか？そうですね、まずはやっぱ沖縄に行けたことはすごく変化したことかなと。キャンプ中は何かこう選手同士でミーティングとか話し合いとかって結構やったんですか？そうですね、まあ、ずっと一緒にいる時間長いし、食事の時も何人かでちゃんと取れるんで、まあ、雑談しながらサッカーの話も絶対してたと思うし、はい、キャンプ通して感じたのはやっぱり選手同士よく話をするようになったなってことだと思うなんですけど、そういうなんかチーム変わりつつあるなっていうのは何か感じます？まあ、サッカー中はもっと話さないといけないのかなって思うんですけど、やっぱ普段の方が元気なんで、みんなそれをサッカーやってる時もガンガン喋れるようにしたいですね。ピッチのオフの方が元気なんですか？ありますね若いやつらは特に。あ、はい、まあ、本当そういう若いチームになってやっぱりね、新たにこうまとめていかなきゃいけないというところで、どうですか、若い選手たちは。生き生きやってるとは思います。はい、そういう生き生きさをこ うまく引き出してあげたいみたいな。そうですね、うん、できればいいですし、まあ、
みんなが良さを出せるようにやりたいです、はい、僕はまあ、船谷選手に取材しててすごく変化というかありました。言葉に出して言うようになったなと思ったのがやっぱ結果に対してで、はい、やっぱり最初の浦安との練習試合の時も試合負けてやっぱ内容云々じゃない最初に負けたことが悔しい、はい、ましたし言ってました言ってましたでその後、沖縄で行ってキャンプ最初琉球と試合した時も、はい、もう今日は、まあ、内容も大事だけどやっぱ浦安で負けてたんで今日勝ちたかったと、はい、いうことを言ってて第一戦目がやっぱ結果になってきてるんでなんかそういう意識が変わってきたんじゃないかなと思うんですがどうですか無意識ですかそれは。そうですね自分の中で何かを変えたってのはあんまないですけどやっぱ一番大事なところなんでそこが、はい、そこにはこだわって1年間やれるように、はい、したいです。やっぱそれだけやっぱ去年っていうのが悔しかった。悔しかったですね、まあ、決めきれなくて逆にやられてみたいな勝てるような試合なのに引き分けで終わったり負けちゃったりっていうのがあったんで、はい、そういう去年を踏まえてやっぱ今年勝つためには、まあ、戦術や技術もいろいろあると思いますけどやはりそういう意識が大事。そうですねまずはメンタルを強く持っていけるように、はい、したいです。それ以外に何か今年結果出すためにチームとして変わらなきゃいけないなって部分何かありますか。まあ、全部の精度を上げたいかなって思いますけど、うん、っていうのとやっぱやってる中で試合中に全員が同じ方向を向いて90分間やれればまあいい試合できるのかなって思います。ご自身の中の今季の目標って何かありますか。今年ですか、うん、どうかな。どこを目指しますか。まあやるからには一番上を目指したいですけどね、はい、今年はまあセレッソだったり、はい、大宮だったり強豪も本当に強いチームが多いと思うんで楽しみですしそういう相手にどれだけできるかっていうのもありますし勝ちたいですね。最後にサポーターにメッセージをお願いしたいんですが、はい、必ず面白い試合をして最後にみんなで喜び合いましょう。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。背番号10キャプテンの船谷選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。